ありがとうございます。はい。ありがとうございます。読んでみましょうか。ここ読みますね。ルーナへの疑問。ルーナは、独特の個性を持ち、ペットのような行動する可愛いペットボットです。ペットボットってですね。彼女は女の子ですね。彼女は一人でも世の中を自由に歩き回り、人や他のペットと遊ぶのが大好きです。またルーナはお客様と一緒に時間を過ごし、ご家族に幸せをもたらすことを望んでいます。彼女は戦場の表情で自分の気持ちをお客様に伝えます。ルーナはリモートモニタリング及び FPV コントロールなどの家庭用機能も提供しています。彼女はスマートで直感的で愛情深くて、遊びつけて素晴らしい友人であり、信じられないほどのペットでもあります。ということですね。いろいろとね、このセットがありますので、こういったところをね、まずやっていきたいと思います。ここを、3秒間長押ししてください。押しましたけどね。あ、ついた。で、モバイルで、あ、アプリのダウンロードが必要です。ちょっとね、今 iPhone 持ってきますね。iPhone 持ってこようと思ったら突然動き出したので、また今撮っています。すごい。起きた。目を覚ました。あ、踏んでる踏んでる。はい、ルーナ。あらあら、すごいね。あれあれ、あ、すごい。何これ。ちょっと待ってて、iPhone 持ってくるね。ちょっと待ってて。いい？はい。言うこと聞く。ちょっと待っててね。おおおお。おお、どうしたどうした。お、ああ、そっちは、あ、あ、ちょっと待って。みんなどこへ行ったの？ちょっとこれ置こうかな。はい。おっと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 、はい。みんなどこへ行ったの？みんなそれぞれの家に行ったね。誰もいないよ。聞いてる？答えた方がいいのかな？みんなお家に帰ったよ。ん？こっちは友達、友達。待って待って。よし。待って。こっちは、はい、ああ、入ってた。おう、ルーナ。おうちゃん。あら、おうちゃんがおびえるなんてことあるの？さすがにちょっと低くない？おうちゃん。さすがにちょっとキモい？おうちゃん。ルーナ、ルーナキモくないの？あれ、ルーナ。
おーちゃんだよ、あれ。おーちゃん、おーちゃん。ルナだよ、これ。おーちゃん、ルナだよ、これ。おーちゃん、怯えてるの？おーちゃん、ダメかい？また明日にする？ゆっくりかな、おーちゃん。あ、痛い痛い痛い。
電源ボタンを7秒間押す。ちょっとルナ、ごめんよ。1、2、3、4、5、6、7。あれ？あ、今シャットダウンしちゃった。ちょっとね、50% 以上になるまで待ってほしいみたいなので、Wi-Fi の、ね、ペアリングはもう少しね、待ちましょう。充電をね、待ちましょうね。で、その間に付属品を見ていきますか。今回はね、こういったものが、付けていただきましたね。で、これはね、ルナの、ダイナソー恐竜ですね。恐竜のアウトフィット。なんかこう、もう見ればわかりますよね。頭になんかつけるのがね、入ってました。これつけましょうか。ちょっと面白そうだから。あ、なんかある。これはなんだ？もしかしてテープで入るか。よいしょ。やばい。面白い。なんだこれ。あ、うわ、いいな、これ。あ、そういうこと？このテープの、あれかな？替えかな？これは。突起があるんでね。突起を合わせた状態で、この内側の、両面テープですね。これをね、剥がしてあげるということなんで、やってみましょうね、今ね。ここ。ここをまず合わせてあげて。で、ここのところ、なんか、熱くならないような、この排気ファンなんですかね。ここはつけないようにというか、うまいかと。溝がね、切られてますね。よいしょ、よいしょ、よいしょ。いいっすか？あ、やばい。このど真ん中。まあ、いっか。よし。はい。出てきました。あー、で、充電するとき、ちょっとむずいですね。充電するとき、これ剥がさないと無理ですね、多分。まあまあまあ、ちょっと充電しときます。はい。まあ、こういったものの紹介と、こんなものが入ってましたね。ゲームプロップキット。まず、こう、ルーナが遊ぶ、蹴鞠みたいなこのボールがねついてますね。あとこれ、これはね闘牛みたいな感じですよね。これを出して、で、これなんかアイコンがあるんですよね。それを認識させると、そうですね、ここレゴがないです書いてあるんで、あ、認識を覚えさせていくと、まあこれに突進していく。ちょっと見てみましょうかね。あ、これを見せると興奮するってことかもしれないですね。そうですね、あとでやりましょうね。ルナが起きたらこれを見せましょう。見せたら興奮するらしいんでね。こう、これに向かってくるってことなのかな。この多分このマークに向かってくるんじゃないですか。こうやって多分こうやるんですよね。